このシーンか。ヨシオ削るシーンですね。これ。ヨシオ、ペナー外ぐらいでファールしちゃうんですけど、これね、全然俺ね、触ってなかったんですよ。あんまりね。まあ、かすったぐらいだったんですよ。で、ヨシオめっちゃ痛そうにしてたから、ヨシオ当たったごめんって言ったら、いや、当たってないよ、みたいな。はぁって思って。はぁって思って。めっちゃ痛そうにしてたからさ、心配したのにさ、当たってないって言われたから、まあ当たってなかったんだけど、俺も。でもファウルになったから。まあね、そう、っていうのをね、話してやってた。試合中。全然大丈夫、全然大丈夫、みたいな。よしは、そういう感じだったんで。これで決まらなくてよかった、マジ。クバのナイスセーブ。マジでナイス。だから、そういう試合中もそういう会話をしてるのも、すごい楽しいし、ああプロになってよかったな、みんなと一緒にプロになれてよかったなとは思いますよね。なんかそういう一つのあれでね、楽しいよね、そういうのね。うん。主演男優賞、そうだよ。なんかめっちゃ足スリスリしながらさ、痛えみたいな感じだったけど、全然かすっただけだったんだよね。全然当たってないんだよ、あれ。なんか痛そうに見えるけど。だから吉尾のファンの人、俺に怒んないでね、あれ。全然当たってないから。吉尾のシミュレーションだから。吉尾これ見てたら、吉尾シミュレーションだからね、あれ。吉尾。チャンネル登録、よろしくお願いします。よろしくお願いします。っていう感じで今日は終わりたいと思います。皆さん、今日も見ていただいてありがとうございます。またお疲れ様でした。バイバイ。疲れです。